はい、皆さんこんにちは、 SYK 代表の北野です。今回はですね、やるだけで集客倍増、 SNS で意図的にバズを起こすオムニチャンネル戦略についてお届けしていきます。で、そもそもですね、オムニチャンネル戦略って何やねんと思う方多いと思うんですけど、オムニチャンネル戦略これ何でしょうか。まあ見ていきますとですね、これっていうのはいわゆるネットリアルに関わらず、あらゆるチャンネルでですね、お客様との接点を持つ、これがいわゆるオムニチャンネルと言われるものです。まあ、簡単に言うと、オムニがあるってことはマルチチャンネルもありますね。マルチチャンネル戦略ってのは単純に一つの媒体、例えば YouTube だったら YouTube のという一つの媒体チャンネルの、登録者数をどんどん増やしていって、そこから多角的に展開していくとか、Instagram だけに特化してそこからどんどんね、展開していくみたいなのがマルチチャンネルに対して、オムニチャンネルっていうのはどういうのかっていうと、もうすべてのチャンネル、例えば Instagram と Twitter とかね、Instagram と Twitter とLINE とか Facebook と Twitter と LINE、 これを全てをつなぎ合わせることによって相互作用を起こしてレバレッジをかけていくと。まあ、テコの原理で、一つの動作でよりお互い相互方向でですね、レバレッジをかけることで、短期間で爆発的にフォロワーを増やすことができたりとか、もちろんそこから売上につながることができたりとか、単発的にドカッとですね、見込み客リストを一気に集めることができたりとか、まあ、こういうね、やり方があるわけなんですよね。で、このね、オムニチャンネル戦略っていろんな手法がありまして、まあ、今日ね、今回の動画の最後の方でですね、実際に、Twitter を使ってですね、まあ、1日で100人以上ですね、フォロワーを増やした、まあ、そのオムニチャンネル戦略の戦術っていうやり方ね、ちょっと、お伝えさせていただこうと思うんで、ぜひそちらも楽しみにしておいてほしいんで、最後にね、見ていただければと思います。で、基本的にはですね、この、まあ、今回バズマーケティングっていうのがテーマにはなるんですけども、まあ、意図的バズっていうのを起こすためにはどうすればいいのかっていう話をしますと。で、そもそも、まあ、その前にね、メリットとデメリットって話で、SNS はですね、まずメリットね。SNS が拡散されたことで、新規のユーザーに認知を広げることができるっていうのがメリットの一つとしてありますと。で、これによって集客効果が当たり前ですけど倍増される。もちろんだって認知が増えるわけですよね。リーチが増えるわけじゃないですか。ね、リーチが増えるってことは、それだけ多くの人に見られる媒体を作れるっていうことになるわけですから、それだけね、例えば自分の SNS が100人しか見られていなかった時と比べて、今は例えば1日1000人の人に自分の SNS が見られているっていう状態を作っておくことができたら、その1000人の人のですよ、たった 3% でもあなたの商品を買ってくれたらどうですかっていう話ですよ。1000人のうちの 3% だと、まあ、30人ですよね。で、もしあなたが今、5万円の商品を販売してるんだったら、それだけでも、その 3%、いわゆる30人とかあなたの商品を買ってくれたら、それだけで月に150万の売り上げになるわけですね。っていうように、どれだけ多くの人に認知させることができるのかってすごい重要ですと、いうことなんですね。で、あとはまあ SNS のフォロワーが当たり前ですけど増えていくっていうのもそうだし、ね、認知が増えるから、フォロワーが増えるわけですよね。バズでその Twitter が拡散されることによって、とか自分の Facebook が拡散されることによって、認知が増えます。で、その結果集客効果も倍増するし、もちろんフォロワーも増えるよね。だって人の目に触れる回数が増えるんだから。っていうことです。で、あとはもちろんその恩恵として、直接ではないけど、間接的に LINE アットの読者リストとか、まあ今メルマガといったメルマガね。まあ基本的にはこれからだったら LINE でしょうと。LINE のリストがどんどん増えていくと。そして、4つ目、顧客教育が促進されるんで売れやすくなる。で、この4つ目ってどういうことかっていうとですね、やっぱりバズマーケティングを行うことによって、ある程度その投稿拡散されている、その、いわゆる牽引性にもなるわけですし、さらに言うと、そこでですね、実際お客さんに、アクションをさせる。いわゆる、フォローしてもらったりとか、あとは拡散させるっていうですね、そういったことをですね、意図的にこちらが誘発をしていくことによって、言ってしまうとですね、お客様の行動をある程度コントロールできるようになってくるんですよね。ってなった時に、例えば、こんなプレゼントがあるんですけども、これ欲しい人はぜひね、これシェアしておいてくださいと、リツイートしてくれた人にだけこっそり DM であげますよとか、まあ、結構そういう戦略ってのは昔からあったりするんですけど、それをやることによってお客さんっていうのは、一回、例えば僕のツイートをシェアしたりとか、リツイートしたりとか、コメントした時点で、僕に一旦コミットしてるわけなんですね。で、人っていうのは基本的に、まあ、これはですね、脳科学的に言うとですね、まあ、悪用は厳禁なんですけど、人間っていうのは、短期間で何回も何回もコミットした人のことを言うことを聞く傾向があると、まあ、いうふうに言われてるんですね。なので、基本的に、例えば今まであなたのサービスの商品をね、全く聞こうともしなかったとか、あなたのサービスを全く興味がなかった人も、あなた自身の、例えば、投稿とかコメントしたりとか、積極的に自分の、労力を割いて、そしてコミットして、あなたにコミットしていくことによって、あなた自身の話をより聞いてもらいやすくなるっていうね。まあ、これちょっとしちゃ、まあ、いわゆる洗脳言論っていう話にはなるんですけども、まあ、洗脳っていうのもそもそもですね、マーケティングの業界では普通ですからね。例えばテレビ CM とかも、例えばトヨタの CM で、トヨタとか日産で最近こういう CM が出ましたとかね、かっこいいダンディーなパパはぜひこの車に乗ろうみたいなね、アウディに乗ろうとか、ベルファイアに乗ろうみたいな。まあ、ベルファイアの CM とかも大体ね、キャンプ場に行って、お父さんがね、イケイケのお父さんが、ワイルドなね、父親を演じて、そしてまあ息子と一緒にキャンプに行くときにも、このベルファイアいいですよみたいな。昔俳優の反町さんでしたっけね、まあ、CM 出てましたが、ああいう CM 一つ一つ
想ってまあ全て洗脳ですからね。でもその洗脳っていうのは、業界ではというか、結構悪い意味でね、使われたりする場合が多かったと思うんですよね。人の昔前だとオウム真理教とか。でもその洗脳ってそもそも、海外とかで言ったら別に良くもないし悪くもないですからね。もう基本的にニュートラルな立ち位置としてこの洗脳っていうのは使われています。で、基本的に、例えばバラエティ番組とかでもそうだし、あとは例えば、コンサートとかもそうなんですけど、基本的にファンマーケティングってすべて、まあ、いわゆる洗脳っていうですね、概念っていうものが絶対やっぱり介在してはしまうんですね。ただそれを悪用して、中身もない商品を高額で売りつけるとか、お客さんが求めてもいないのに無理やりなんか押し売りして買わせるとかですね、人を騙してポンジスキームでお金を巻き上げてね、私が運用しますよって言ってとんずらしちゃうみたいな詐欺師とかやっぱり後を絶えないわけですけども、そういうのはね、僕は本当に許せないと思うんで、もう本当に即ね、そういう人証明すればいいんだなと思うんですけども、基本的に自分の商品をまず話を聞いてもらう段階まで持っていくためのね、技術としてぜひね、こういったバズマーケティングっていうのはすごいおすすめですよというテーマでお話ししていますと。で、次、デメリットって何かっていうと、まあ、一回のバズだけではですね、効果は弱いっていうのは当たり前ですよね。これ、例えばテレビでもそうなんですよ。テレビ出演とかもそうなんですけど、一回テレビ出ただけで、認知が広まるってことないですかね。やっぱ出続けないといけないんですよ、テレビも。で、CM もね。だから、芸能人とかでやっぱり名前を覚えてもらうために、やっぱりある程度、本当に3ヶ月の間で3回、4回テレビにやっぱり出続ける必要もあるし、結局は接触回数が大事なんですよね。これ皆さん 3.5 回の法則でしますね。人っていうのは、極めて短い時間、例えば1ヶ月とか3週間の間で、3回から4回その人の名前をネット上で見ると、あ、この人は有名人なんだとか、まあそもそも自分に、記憶に落とし込まれるという、まあ、傾向があるんですよ。で、人っていうのは、3回から4回ぐらいその、まあ、音楽とかもそうだし、物、こと、人に触れていくことによって、その人物対象っていうのを、ね、好感を抱くっていう、まあ、ザイオンス効果って言ったりもしますけど、そういう働きがあります。だからこそ、やっぱりバズマーケティングっていうのも、あ、またこの人なんか、話題に上がってるなとか、あ、またこの人、ニュースフィードに表示されてるなっていう、そういうふうにですね、資格を作っていくことはすごい重要なので、1回やっただけではあんまり良くないので、まあ、月に1回ぐらい僕はこういう施策を定期的にやったりしています。っていうところで、ここから先はですね、僕が実際どういう施策をやってるのかっていうのをね、ちょっとお見せをしていきたいなと思うんですけども、具体的な方法としてはですね、簡単です。各種 SNS、Twitter とかインスタとか Facebook を LINE アットを軸にして、LINE アットを基盤にシームレスにこうやって繋げていくっていうのがすごい重要だ。まあ、イメージはこうですね、インスタ、Facebook、YouTube とか、これを全て LINE を軸にして全て繋げていく。で、どういうことかよくわからないと思うんで、今から簡単に例を出します。はい、ではですね、こちらですね、僕が先日 LINE アットの配信でですね、先日というか結構これ前なんですけど送った文章なんですけど、今ちょっといいでしょうか。これね、既存の僕にはもちろん LINE アットの読者さんっていうのもいるわけなんですけど、その人に対して一斉のメッセージ、こういうメッセージを送りました。今ちょっといいでしょうか。うちが月3000万売り上げて LINE 配信テンプレート欲しい方います？動画でポイントを簡潔にまとめたものがあるんですけど、欲しい方にプレゼントしようかなと。受け取る方法は、下記の僕の Twitter をフォロー&いいねリツイートしてくれた方全員に限定で Twitter の DM でプレゼントを送りします。明日前なんでお早めに。で、このリンクをクリックすると、まあ、これが当時のね、僕の、ツイートなんですけども、これ欲しい方います、うちが月3000万売り上げて商品が爆売れする LINE アットの配信テンプレートをいいねリツイートしてくれたりで、こっそり DM しますねって言って、このツイートをですね、リツイートしまってるんですよね。で、まあ、いいね&リツイートなので、まあ、いいねが382人で、225人の人にですね、まあ、リツイートしていただいていると、まあ、いうことで、この投稿拡散されて、まあ、大体合計3日間ぐらいで200人ぐらい多分フォロワー増えましたね、これによって。っていうように、まあ、このツイート自体を225人の人がシェアをしてくれてるわけですね。この225人とかシェアをしてくれてるということは、このツイートがですね、225人の人のさらに背後にいる数百人、ないしは1000人、わかりません、3000人以上のフォロワーの人たちにもこのツイートっていうのが見られてるよっていうことなんですよ。それぐらいですね、大事なのは自分のフォロワーのさらに背後にいるフォロワーさん、フォロワーのフォロワーにまでいかにリーチしていくことができるのかっていう思考で考えていったときに、特にこのツイッターっていうのはですね、バズマーケティングを起こしやすい、基本的にやっぱ拡散力がありますので、まあ、こういった視点で、まあ、こういう風なですね、 LINE を軸にして、まあ、拡散させていくとか。まあ、こういったやり方とかもね、結構あったりします。まあ、それ以外にもいろんなやり方とかね、テンプレートマニュアルっていうのがうちにはあったりしますので、まあ、ぜひね、自分が使えるものをですね、使っていただければなというふうに思います。はい。というふうにですね、まあ、この LINE アットを軸にいかにですね、各 SNS を、繋げていくことがすごい重要なかというお話をさせていただきました。で、今回ね、このバズマーケティングに関する動画っていうのもですね、まあ、ぜひ、少しでも参考になっているという方は、ぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。また、僕の下の概要欄に入っている LINE アットの方ではですね、実践 SNS 業界ナンバーワンの我々が教える LINE と SNS を使って年商1億から3億以上達成していきたい人向けの全く新しい LINE と SNS を使った集客動画についてね、動画をプレゼントしておりますので、ぜひ、こちらの LINE アットもチェックしてみていただければと思います。それではね、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。